アリアーガの肖像、フアン・クリソスともハコボ・アントニオでアリアーガイ・バルソーラは、スペインの作曲家、バスク人、スペインのモーツァルトとの異名を取る。ビスカヤ県ビルバオに生まれ、この地で父親と兄によって振動に仕立て上げられた。パリ音楽院に留学して、バイオリンをピエール・バイオに、大宝と火星をフランソワ・ジョゼフ・フェティスに指示。優等生だったため、 まもなくフェティスの講義の助手となる。20歳の誕生日を前にパリで没した。死因は今なお半然とせず、肺疾患ないしは慢性疲労と伝えられるが、肺病に伴う衰弱、消耗との見方もされる。死後の1890年には、アリアーガの名を冠した、アリアーガ劇場がビルバオに開場した。要請したにもかかわらず、歌劇、公共曲、 三つの弦楽史重奏曲などを手掛けたが、今日に伝わる作品は少ない。死後、信用できる唯一の表伝的資料がフェティスによって書かれたものの、その生涯は脚色され、スペインのナショナリズムに利用された。楽譜も、後世の改訂版と原点版に差異が多いなど、混乱も指摘されている。現在ビルバオ公立図書館のウェブサイトでは、 現存する自筆負が PDF ファイルで公開されている。ありがとうございます。